五代目、沢村白頃9月15日昭和7年8月27日は、日本の歌舞伎役者、映画俳優。矢号は、木の国屋。拝名に三千鳥。本名は、沢野乙吉。東京日本橋柴黒町の生まれ。明治21年4月、11歳の時高砂屋三代目、中村福助の門下となり、中村福治の名で、初舞台。 以後、主にお山を務める。明治34年11月、沢村国之助と改名。この後七代目、沢村総十郎と共に、帝国劇場の専属となる。大正三年、設立されたばかりの映画会社、天然食活動写真に迎え入れられると、五代目、沢村白五郎を襲名すると同時に、歌舞伎役者を廃業。 以後、吉野二郎監督作品に多く出演し、天音活のスターとなる。後に、国際活営、松竹蒲田撮影所、松竹京都撮影所の活動写真にも出演。現存している作品には、初期の、五郎、正宗高子殿、北条時宗役を演じた、日蓮小人流の口放難がある。200以上の活動写真に出演。大正初期、 日活の牧の肖像監督と目玉の松ちゃんのコンビによる初歩的な特撮を使った忍術チャンバラ活動は人気絶頂だった。白五郎は市川炎十郎とのコンビによりこれに対抗した忍術チャンバラ活動を量産。松之助の公的手として人気を二分した。白五郎の忍術トリック映画は松之助のものよりも撮影や現像が美しく仕上げてあり、 俳優たちも優美だったが、活劇場面のバカバカしさがなく、爆発的人気にはならなかった。しかし熱烈なファンはここにもおり、松之助党とか、白五郎党などと名乗って、映画雑誌の読者欄では、異性の良い当初合戦が繰り広げられた。ありがとうございます。